こんにちは、西青倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。最近ね、ちょっと花粉症でね、鼻がムズムズして詰まったりね、鼻水が出たりして困ってるんですがね、まあそんなことはいいんですが、最近ね、 YouTube チャンネルのねコメントで僕が思ったことがあるんですけど、皆さんから来たコメントには僕は必ず目を通してね、なるべく返信をするようにしています。そこでね、気づいたことがあるんですが、このね、皆さんね、こう温かいコメントをねいつもくださるんですが、その中でね、このご家族の方にね、僕の YouTube チャンネルを紹介してくださったりですね、例えば職場の方であったり、あとね、お孫さんに僕のチャンネルを見せるというね、見せたいんだという方もおられてね、いやー、これすごくね嬉しいなと思いました。通常ね、僕はもう発信してそれを見てくださった方で、そこでね止まるのかなと思ったら、そこからね、さらに僕の視聴者さん、ファンの方がね、僕の知らないところでというか、僕のチャンネルを宣伝してくださっているということでね、本当にちょっとね、鼻水つるつるいってすいませんが、いやーね、嬉しかったですね。なのでね、僕もね、こう気を引き締めてやらないけんなという部分もあるんですがね、なかなかね、自分で自分のチャンネルを見てみますとね、あんまり面白くないんでね、なんか工夫せにゃいけんなということでね、最近だと、まあ誰もが知っていることなんですが、スマホでのね、コピー&ペーストとかね、あとサムネイルの作り方であったり、僕の動画編集ソフトはブロー使っていますよとかね、その操作方法なんかをね、最近動画でアップしてるんですが、なかなかね、皆さんのお役に立てる放送ができているのかなと思った時にね、まあ微力ではありますがね、そういった情報を交えながら今後もね、歌も歌っていきたいと思いますし、何かね、皆さんに恥ずかしくないようなね放送を目指しています。と言ってもね、なかなか、先ほども言いましたが、自分で見てもね、お、これは面白いなっていうね感じではないのでね、そこを工夫していかなければいけないかなと思っています。ということでね、またね、鼻がねちょっとムズムズして詰まってるんですが、皆さん花粉症とか大丈夫ですかね。この西青倉村もね、 90% 以上がね杉やヒノキなんでね、もう花粉まみれの中で僕は過ごしてるんでね、花粉症にはとてもきつい状況なんですがね、これからも YouTube の方は頑張っていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。